ヨシアの言葉には全てを神に委ねる人としての完全な決意がうかがわれますヨシアはイスラエルの民がどのような決定を下そうと自分は自らが正しいと信じることを行うと言いました民がどう決心しようと自分は主に仕えると宣言したのです人に惑わされることはありませんでした 主の御心を行おうというヨシアの決意は何が起ころうと誰がどうしようと変わらなかったのですヨシアは意志の強い人でその目は常に主の戒めをじっと見つめていました。